ジオンと融合し異形の姿となったマエル。その強大な力を前に仲間たちは次々と倒れていく。アッサー、己の無力をかみしめるキングの脳裏にディアンヌとの約束がよみがえる。大切な人を守り抜こうとする思いにより妖精王ハーレクイーンの真の力が覚醒する。おい、まさかあれって。なんて深く青く澄んだ湖のような魔力。魔力だけじゃない、雰囲気もまるで違う。君は本当に僕の知るキングなの？心配ないよディアンヌ、オイラはオイラさ。僕の心を読んだの？さてと、マエル、もうこの争いに終止符を打とう。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。聖戦再び、ブリタニア存亡をかけ。邪魔をするな。私の罪は許されない。我が屈辱。何をした？私が何をした？なぜ私なんだ？エリザベス、エリザベス、再び一つに集結するのだ。絶え間なく身の内から溢れ続ける呪詛。案外君はおしゃべりみたいだね。エリザベス、聞こえた？いいえ。エリザベスは死に、亡骸も魂も私のものになる。そうはさせない。あれ、僕たちどうなっちゃったんだろう。新霊装者シティフォル第8形態ハレンガーデン。ダメだよキング、僕たちを構えば霊装が使えない。新霊装者シティフォル第2形態ガーディアン。霊装を同時に複数？新霊装者シティフォル第5形態インクリース。マイル、オイラは君のことをよく知らない。でもオイラたちには共通点もあるよね。大切な時間を、大切な存在を失ってきたことだ。失ったものは二度と元には戻らない。それでも今ある大切な存在のために生きることはできる。君にだっているはずだ。君を心から思ってくれる存在が。邪魔をするな。新霊装シャスティフォル第一形態シャスティフォル。復讐は憎しみを育てる養分にしかならない。だからオイラは君を殺さない。それでも気が済まないのなら何度でも相手になろう。この妖精王ハーレクイーンが。マイル、やっぱり。今度は何よ何よ、あいつ急に苦しみ出しやがったぞ。ナージャ、お願いだ、俺を行かせて。今仲間が、俺の大切な仲間がピンチなんだ。俺がマイルをひどく傷つけてしまったから。ダメ、どこへも行かせない。え、ゴーセル、あなたは私の純血と心を奪ったわ。それが重い枷となり、あなたの体を永遠に縛り続ける。永遠に。後悔しても手遅れよ。
嬉しい。俺は何一つ後悔なんてしていない。たとえ時間が戻っても、俺は何度でも君と出会い、同じ道を進む。君は俺の中で唯一の特別で大切な女の子なんだよ。君への思いをずっと背負って生きていたい。ありがとう、ゴーセル。ゴーセル！残飯長、一つ俺の願いを聞いてくれる？ねえキング、マイルはどうなっちゃうの？限界が来たんだ。彼はおそらくもう助からない。四大天使とはいえ、相反する海軍の力を四つも取り込んでしまったんだから。体力も魔力も尽きたマイルは海軍に蝕まれ消滅する。マイル、どうかもう一度与えてくれないか。お前を救うチャンスを。インベージョン。綺麗なところだね。ここは私が一人になりたい時によく訪れた丘です。エリザベスはそんな私を見つけては優しく慰めてくれた。最後はこの風景を心に焼き付けて静かに消えたい。エリザベスはそんなことを望みはしないよ。私に生きる資格はない。数えきれぬ命をこの手にかけ、愛する女性をも殺そうとした。さあ戻るといい。この世界はじきに消え去るでしょう。お前は救われるべきだ。誰も望みません。この私の帰りを待つ者などどこにもいないのですから。不浄な闇の力を己に宿し貶め、信仰心も仲間も捨て去ったこの私など。マイルの言う通りだ。出て行け人間。異物も出て行け。マイル、お前たちは四つの海軍。出て行かねばお前を食う。ブード、お前たちは器を通さなければ力を行使できない。俺の邪魔をしても無駄だ。マイル、ここから海軍を追い出せるのはお前自身の意志。今なら間に合う。行きたいと強く思うんだ。残酷な運命を与えた挙句、さらに生き恥をさらせと。俺はお前に生きていてほしい。そしてちゃんと謝りたいんだ。ならば答えてください。私が選ばれた理由を。あなたは言いましたね。メリオダスに匹敵する存在を魔人族側に引き入れるためにこのマエルを選んだと。だがあの男に匹敵する戦士なら他にもいた。エリザベス、そして我が兄リュドシエルだ。にもかかわらずあなたは私を。なぜですか？なぜ？お前を選んだのは俺を作ったゴーセルだ。ここがお前の記憶ならば俺の顔に見覚えがあるはずだ。何？
殺さないで。大丈夫、怖くない。私は君たちを不浄の檻から解放する者。私は祈ろう、君たちが良き魂へ生まれ変わるようにと。最後に言い残すことは、ゴーセル、もう一度だけ会いたかった。今のはゴーセル、あなたとウリ二つの顔の。それは俺じゃない。お前が殺した女性の名はグラリーザ。俺の原型となった魔人族、ゴーセルの恋人だよ。なんで私ばかりこんな仕打ちを。許されざる罪です。なぜ私なんだ。私の気持ちがわかる、わかるはずがない。リミットが近い。マイル、海軍を追い出すんだ。出なければお前は。マイル、いなくなった。ゾモミ、邪魔者消えた。マイル、死ぬまで俺たち一緒。死んだ体中に死をない。愚かしいにも限度がある。この私だった。体プレトラもっと力よ。好きに使わせろ。許されざる者は参る。出て行け。ゴーセルは何をしてるの。マイルを救う気だ。あいつマジか。お願いゴーセル様。今下手に二人を止めれば術を解いてしまいかねない。何よりマイルの体がもう崩壊寸前だ。ゴーセルに託そう。あ、マイルの体が。くそ、失敗か。ゴーセル、ドリマシト、イニマシタ、ラギオスヤ、イドチマイ、リオンヌ、マヨナクイ、ナザレワイ。この術は転生のイザナイ。ただ一度だけ前世の記憶を携えたまま魂を新たな生命へと転生させる術。彼らが転生し罰を下そうとするならば、私はそれを受け入れる。なら俺もお前と一緒に罰を受けるよ。エル、俺たちとキャメロットに行ってくれ。次は女神族として魔人族を倒せと。そんなことを誰が望むのですか。兄もエリザベスも、私がこの手にかけたサリエル、タルミエル、多くの同胞たち、誰一人望みはしない。私は望む。だからお願い、力を貸して。エリザベス、女神族と魔人族、どちらの勝利のためでもなく、聖戦そのものを終わらせるために。無事だよね。
心配なのはオイラも同じさ、ディアンヌ。だから急ごう。お、豚野郎どもが戻ってきたぜ。やっぱりマエルは。ヘンドリクセン、自分の傷も治さずどうして俺を。いいんだ、気にするな。マーリン、しっかり。ああ、エスカノール、体は元に戻ったようだな。リッタにチャージした太陽のおかげで。それよりもどうやら運は我らに味方したようだな。もう回復したか。上位魔人の回復力を見くびるな。大声で喋るな、頭に響くだろう。我らに増して重傷の奴がいるようだ。当然か。デュドシエル様に何をしたんだ。奴らの仕業ではない。原因はおそらく我が師ゴーセル。彼は四大天使マエルを知る全てのもの。魔人王の記憶すら改ざんする禁じを使ったのだ。マーリン殿、それは一体。まさかマエルをエスタロッサに作り変えることで女神族に常闇の棺を発動させたとはな。だが何らかの事情で改変が解け、我々の精神に衝撃を与えた。そしてそれはどうやらマエルと深く関わる者ほど顕著に現れるようだな。実戒エスタロッサだ。四大天使マエル。しかしだとしたらゼルドリス、なぜ貴様は。なぜ大した衝撃を受けていないか。あいにくだが俺は一度としてエスタロッサを兄と慕ったことはない。奴が実の兄でないと分かってすがすがしい気分だ。さて2回戦と行こうか。いいえ、ここは我らにお任せを。何？ゼルドリス様は奴らの仲間の7つの大罪が攻めてきた時のため力の温存を願います。やむを得ない。これが使命だ。アジかつて魔人王様は自らの腹心として一人の魔人を生み出し、そのものを原初の魔人と名付けられた。だが原初の魔人は己の力にうぬぼれ、あろうことか魔人王様に謀反を起こしたのだ。この魔力は無論返り討ちにされ、そやつは罰を受けた。肉体と精神を二つに分断され、重大な役目を与えられたのだ。二人の王子を次代の魔人王候補に育てるべく、それぞれの指南役を務めるようにとな。キューザク、シャンドラ、お前たちはまさか。ゼルドリス様、私は願っておりますよ。メリオダス坊ちゃん、必ず魔人王へとおなりください。なるほど、その珍獣が案内役か。そしてここへ来たということは扉の存在に気づいたというわけだ。行こう、バン殿、ミリオダス殿。我が弟のもとへいざ、押し通る魔人王。
だ。